ピーテル・プルビウスは、フランドルの画家である。宗教画や肖像画で知られる。測量師、地図制作者でもあった。ゴーダで生まれた。画家としての訓練をどこで受けたかは知られていないが、1540年頃にはブルッヘで働くようになり、ブルッヘの有力な画家ランスロット・ブロンデルの弟子になったとされる。1543年にブルッヘの画家組合のメンバーになり、 同じ頃の師匠ブロンデルの娘と結婚した。ブロンデルとプルビウスはマニエリスムのスタイルの画家で宗教画や肖像画を描いた。代表作にはグルーニング美術館に収蔵されている最後の審判などがある。地図制作者及び測量師としても働きブリュージュを呼び周辺の地図も制作した。息子のフランスプルビウス、孫のフランスプルビウスを教え、二人は 優れた肖像画家になった。ありがとうございます。